それしかなかったっすね。やっぱりまだやり残したことがあると思ってますし、周りのしか考えてなかったっすね。そうですね、また2年間マリノスから離れたんで、このマリノスの強度っていうところを少し忘れかけてた部分があったので、やっぱ改めて強度高いと思いましたし、そこに今アジャストじゃないですけど、はい、そんな段階かなと思ってます。でもちろん前例が今までなかったので、自分自身もよく分からなかったんですけど、どうなるのかは。でもやっぱり人と違うことにチャレンジしたいっていうところで移籍を決断しました。まあ、僕がいない時に毎回優勝するので、まあ去年優勝できなかったので、今年は俺のチャンスかなというか そうですね、ひろき君もそうだし、僕自身もそうだし、マリノスの優勝のその味っていうのはまだ知らないので、本当に優勝したいですし、やっぱり帰ってきてファンサポーターの方々のその温かさっていうのをすごい感じて、本当にホームに帰ってきたっていうのはすごい感じるので、そういった方々を喜ばせたいっていうのがやっぱ一番にありますね。はい。